YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV でございます。本日紹介する車はこちら、トイファクトリーさんのバンコンランドテピーという車になります。乗車定員が7名、就寝定員が4名の車になります。こちらが前から見た映像になります。ベース車はトヨタのハイエーススーパーロングデラックス、トイファクトリーさんの専用仕様となっております。キャンピングカーの世界にも長く愛されるモデルがあります。それがこちらのランドティピー。初代の発売が1995年、当時画期的であったセンターシンクにフラットなフルベッド、折りたたみの2段ベッドを装備しています。これらの装備は人間工学に基づいており、現在も細部にわたってマイナーチェンジを繰り返し進化を続けるキャンピングカーとなっております。こちらオプションにはなりますが、トイファクトリーさんがシャープと共同開発したソーラーパネル、最大動作電力 220W のスペックを持っています。こちらの窓はブラックアクリル断熱二重ウィンドウと呼ばれ、バンコンモデルではトイファクトリーさんが一番最初に採用した装備になります。車両右側後部の窓はエクステンションウィンドウと呼ばれ、車内を広くするために出窓のような作りになっています。ハイエースの窓を1回全部取り外し、キャンピングカー仕様の窓に取り替えてあります。こちらが運転席助手席になります。参考取り付けとしてエカロシートが取り付けられています。こちらが運転席からの映像になります。車両後部はこのように見ることができまして、ルームミラーから、そしてサイドミラーから後方を確認することができます。続いて車両後部見ていきましょう。エントランスのステップのところにはトイファクトリーという刺繍が入ったカーペット、足元を照らしてくれるライトもついています。こちらがセカンドシートになります。横幅は1メートルとなっておりまして、チャイルドシートの取り付けも可能です。走行中は前を向いて座ることもできます。こちらのダイネットテーブルを取り外せば、車両後部にフルフラットのベッドを作ることができます。
こちらに大人3名が就寝できるスペースを作ることができます。もちろん走行時は3列目のシートを起こせば前向き乗車することができまして、3列目のシート幅は 1.2 メートルとなっております。シンクの上部についている電子レンジは標準装備となっております。ただしサブバッテリーから使う場合は 1500W のインバーターが必要になります。その隣にはオプションになりますが、あのプラズマクラスターが装備されています。室内の空気浄化以外にも静電気を除去したり匂いを取ってくれたり、万能な働きをしてくれます。こちらがステンレスのシンク、水を貯めることもできます。その隣、普段は作業台として使えるこちらのスペース、なんと40リッターの冷蔵庫となっております。マイナス15度まで冷えるこちらの冷蔵庫、こだわりのソフトダウン式ステイの採用によりスムーズで安全な開閉が可能になりました。ゆったりと蓋が閉まってくれるので手を挟む心配も少なく済みます。テーブルの近くにあるのがコンセント、外部電源をつなげば車内で電源を使うこともできます。その隣にあるのが USB ポート、スマートフォンなどを充電することができまして、こちらはサブバッテリーから給電されています。キッチン内部の給排水タンクは各12リットル、収納はシャッター扉にすることにより重い水タンクの出し入れを容易にしてくれます。こちらがリアの2段ベッドになります。先ほどご紹介したエクステンションウィンドウのおかげで車内を広く取ることができ、縦型に就寝することができるようになりました。またこちらのベッドは跳ね上げ式となっているので、大きな荷物を持っていくときなどはこちらを折りたためば大容量の荷物を運ぶこともできます。こちらが2段ベッドの下段になります。こちらは FF ヒーターの吹き出し口、セカンドシートの足元やリア常設ベッドなどいろんなところに設置されています。車内全体をまんべんなく温めてくれます。照明各種はワンタッチでつけたり消したりすることができます。
こちらがエクステンションウィンドウを内側から見た映像になります。この出っ張りの分、車内を広くすることができて、就寝を縦にすることができるようになりました。すべての窓には網戸、シェードが内蔵されています。こちらが車両後部から見た映像になります。こちらのバーはテーブルを外に使うためのフックのバーです。こちらにテーブルを取り付ければ外でバーベキューをすることも可能です。ちなみに外部電源は車両の右側後部についています。ということで本日もご視聴ありがとうございました。画面右下よりチャンネル登録よろしくお願いいたします。画面左下より関連動画も出ておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。それではまた。さようなら。